深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。皆様こんばんは。日曜日の深夜いかがお過ごしでしょうか。カトレアミュージックのお時間がやってまいりました。この番組は昭和平成の時代に愛されてきたカトレアミュージックが装い新たに令和の時代にお届けするレパートが発信する音楽情報番組です。お相手をさせていただくのは私ミスターデパートと私広報レディ、そして番組プロデューサーの原田実です。原田さん、広報レディ、そして私ミスターデパートという謎のメンバーでお届けするこの番組、リスナーの皆さんも謎は謎のままお楽しみいただきたいと思います。さて本日はですね、あの有名な役者さん神戸浩さんをお招きしておりますので、どんな楽しいねお話を聞けるか皆さんお楽しみに。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りします。上へ下へのエレベーターガールです。毎度ご聴取いただきましてありがとうございます。カトレアミュージック。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート、広報レディ、原田実、作 H ノブ、第146回カトレアデパートの旅行。私の名前はミスターデパート、カトレアデパートの偉い人である。どれくらい偉いのかというと、とにかく偉いのである。最近旅行が少しずつ解禁になってきて、待ち望んでいた方も多いのではないだろうか。あまり知られていないのだが、実はカトレアデパートには旅行センターがある。デパートで旅行商品を販売していること自体珍しいのだが、カトレアデパートでは第一種旅行業の登録をしているので、他社が企画した旅行商品を販売するのみでなく、国内旅行、海外旅行の企画からオリジナルで手掛けることができ、これは百貨店業界においては異例のことだ。今はコロナの影響で一時的に添乗はストップしているが、添乗の有資格者スタッフも内製化しており、通常だとデパートの社員が国内や海外旅行にも添乗する。今日はそんなデパートの社員とお客様の旅行の話を。添乗員さん、いかがいたしましたか。飛行機の中で読もうと思っていた本を家に忘れてきちゃったのよ。申し訳ないんだけど、少しだけおしゃべりの相手をしてくれないかしら。もちろんでございます。お客様の席までご一緒しましょうか。そうしたらあなたは立っていなければいけないじゃない。いいわよ、ここ隣空いてるわよね。ここに座らせていただくわね。よいしょと。お気を使っていただきありがとうございます。私ね、不思議だったんだけど、何のためにカトレアデパートが旅行も手掛けているの？それはですね、たくさんのお客様にご愛顧いただいていることもあり、並大抵のパッケージ旅行では満足できないお客様も多く、そういったニーズに応えるためです。我々が企画するときは、観光よりもまずは新しく話題のホテルや旅館、レストランでいかにご満足いただくかという観光以外の部分から組み立てます。日程もゆったり組ませていただき、早い時間にチェックインしてホテルや旅館でくつろいでいただくプランが多いんです。なるほど、そういうことね。
確かに今回の旅行もそんな感じですもんね。楽しみだわ。今回もご満足いただけるよう努力いたします。何か今までの旅行で面白いエピソードなんてあった？面白いエピソードですか？そうですね、ある時モナコの超高級ホテルに団体旅行で訪れたんですが、お客様方がうちでご購入いただいたドレスや着物、ジュエリーを身につけてチェックインされたところ、これはとんでもない団体だと認識され、もともと高かったお部屋のグレードをさらにアップしてくれたことがございました。それはラッキーね。あとはニューヨークからボストンの飛行機のファーストクラスで日本人の世界的な有名指揮者と一緒になり、とても親切にボストンの見どころや食べ物について紹介くださり、お客様方が大変感動されたこともありました。ああ、それもラッキーな話ね。ただその後その指揮者の方とお話をさせていただいたのですが、ファーストクラスにはその方以外すべてカトリアデパートのご一行様で占めていたので、最初はなぜこんなに日本人がとても不思議に思われていたそうです。それは確かに不思議に思うでしょうね。私の立場でこんなこと言うのはぶしつけなのですが、私も毎回楽しい思いをさせていただいております。旅行という非日常、いわばドラマを皆様に楽しんでいただくために我々は尽くすのですが、そのおこぼれをいただいている気分です。じゃあ今回も何かドラマがあるかもね。そんな話をし、お客様はご自分の席があるファーストクラスに戻っていかれた。そして目的の国に着き、現地にある世界的ハイブランドの店に入った時、ドラマは起こった。皆さんに楽しんでいただけているかな。お、あれ、あそこにいるのは飛行機の中で話しかけてきていただいたお客様だ。なんだろう、店員さんと話をしてるけど口論みたいになっていないかな。大丈夫かな。大変だ、トラブルだろうか。お客様？あら、添乗員さん、何かお困りごとですか？ううん、お困りごとってわけでもないんだけれど、なんだか店員さん同士がざわついてますけど。なんかね、この絵を見せたのよ。これはハンドバッグの絵ですか？そう、私が描いたんだけど。お客様がですか？うん、この店に来るって言うからこんなイメージのバッグが欲しいなって思って、こういうのないかしらってお見せしたのよ。そうしたらね、あ、おー、はい、ナイスとミーチュー。店の裏から現れたその人物はにこやかな笑顔でお客様と握手をし、そのブランドのチーフデザイナーだと自己紹介した。たまたまその日に店に来ていた彼はお客様が描かれたそのデザインを目にしたというのだ。そして彼はこう言ったという。今うちのラインにはこういうデザインのものはないが、よければあなたの描いたこのデザインのバッグを作らせてもらえないだろうかと。私が描いたこのバッグを？あら、まあ驚いた。そのお客様は驚きながらもそれを了承し、そして実際にそのバッグは後日そのブランドから商品化されることになるのである。こんなことってあるのね。びっくりしたわ。私もです。私にとってずっと語り継げるドラマになったわね、今回の旅行は。さようでございますか。それは何よりでございました。しかし我々の旅行はまだ始まったばかりです。さらなるドラマが待ち受けているかもしれません。そうね、楽しみだわ。さあ、それでは参りましょう。今回もまたドラマが生まれたカトレアデパートの旅行。旅行という非日常が起こすドラマの主役はいつでもお客様なのだが、私たちもこうして驚いたり感動したりの日々なのである。そしてそれは旅行に限らず、カトレアデパートの提供するすべての体験価値の中で
起こるものであるようにと心から思う。ラジオドラマ、とびきりエブリデイ。出演、ミスターデパート役、ミスターデパート。お客様役、広報レディ。添乗員役、原田実。作、H ノブ。第146回、カトレアデパートの旅行でした。ショートラジオドラマ、とびきりエブリデイ、お聞きいただきました。とにかく笑顔のエレベーターガールです。次はカトレアデパートへいらっしゃいへ参ります。カトレアミュージック、カトレアデパートへいらっしゃい。本日はこの方をゲストとしてお迎えしています。俳優の神戸博史さんです。神戸さん、よろしくお願いします。3回目のご出演ということですね、はい、今日は、ね、そうですね、はい、それではまず神戸さんのプロフィールのご紹介をしましょう。はい、それではご紹介させていただきます。神戸博史さんは愛知県名古屋市のご出身です。地元の高校をご卒業後、北村フォーさん主催の劇団プロジェクトナビに参加され、俳優業を開始されました。また1991年には竹中直人監督の無能の人にて報知映画賞最優秀助演男優賞を受賞されました。また山田洋次監督には、常連起用されており、学校プーでは日本アカデミー賞優秀助演男優賞、全国英連賞男優賞を受賞されました。昨年は元木がプフィデ監督の大米騒動にご出演され話題となりました。すごいですね、いっぱい賞取ってますね、神戸さん。ねえ、みんな、友達の俳優賞を取ってないんだけど、うん、私だけもう二つも取らせていただいてありがたいですね、うん、だけど過去30年前と26年前だからね、うん、この10年何にもないからどうなっちゃうんだろうね、神戸さん。松坂屋で雇ってもらおうかなですって。もうね、ね、名古屋が誇る超個性派俳優ということで、そうですよね。また賞いっぱい取っていただけるんでしょうね、きっとね。どうかわかんないけどね、うん、コロナ禍でみんなが死ぬ時代ね、俺もね、うん、会社辞めちゃったもんでね、うん、所属事務所、うん、一体どうなっちゃうのかなと思って、うん、CBC さんだけだけどね、うん、頑張れよって落ちちゃったちなみにテレビ愛知さんでね、ザ・タクシー飯店ご出演なさってますよね。そうそうそう。なんかね、うん、深夜25時だもんでね、うん、みんな見てくれないんだけどね、うん、今、若い子はね、うん、スマホの小さい画面で、うん、山手線の中で見てるよ。うん、ね、茹でながら。茹でながら、暑いからね。そうそう、うん、それがいいのか悪いのかね、うんうん、そういう時代になっちゃったね。数字が悪くてもね、うん、スマホの数字がいいからね、うん、深夜ドラマは続くんだな。ザ・タクシー、飯店？そうそう。ザ・タクシー飯店、どんなドラマなんですか？変わったタイトルですね。ね、変わったタイトルですけどね。うん、タクシーのドライバーが町中華を案内するね。うん、なんか毎週美味しいね、うん、中華を紹介しておりますね。それで、神戸さんがやれる役はどんな役なんですか？神戸はね、うん、タクシードライバーの車を修理するメカニックかな、うん、ドライバーじゃなくてその車をきちんと安全に走行させるためのメカニックってことですね、うん、そうそう、うん、ね、これ主演が渋川清彦さんなんですね。なるほどね、うん、映画のね、今渋い俳優さんですよね、うん、そうだよね、久しぶりにテレビ、うん、あの人テレビ出てるから最高ですね、うん、渋川さん、うんうん、で渋川さんが街中にドラマ上だけど、うん、
行ってくれないって言って、行ってらっしゃいって言って、うん、タクシーを整備して、うん、さようならっていうメカニックのおじさん役で出ております。なるほどね。でちょっと話変わるんですが、はい、前回出ていただいたじゃないですか、この番組。はい。どうでした？楽しかった？楽しかったよ。ちょっと迷いがありましたね。YouTube でね、あのね、うんうん、あのラジオドラマずっと松坂屋の YouTube で、うん、聞けるからね、うん、聞いてるよ。それ何、神戸さんが出てない時も聞いてらっしゃるの？聞いてない。あ、聞いてない。 あなたが出たやつを聞いたのね。そうそう。どうして聞いてくんないの？出てない。なんで？自分が一番だから。まあ一周出してくれたら、うん、まあ毎回聞くよ。なるほどね。ということで、来週のラジオドラマと、その次のラジオドラマ。出てくるんですよね。はい。亀さんに出ていただきたい。ありがとうございます。なるほどね。いやいやいや、しかしあれですよね、神戸さんといえば本当にこうすごい役者さんなんですけど、非常にこう身近というか、ミスターすごく身近な方ですよね。なんかね、そうですよね、まあ、身近な方というか気さくですよね、すごく気さく、接してくださって、そう、気さくにね。松坂屋の南館の参加におるよ。そうでしたね。何されてるんですか、南館で。あそこアニエスベイのファン。そうでした、そうです、そうです。ああ、服がね、アニエスベイのよく着てらっしゃいますからね。そうです、そうです。神戸さんは例えばその映画のお仕事以外、テレビのお仕事、映画のお仕事以外の時っていうのは、普段は何されてることが多いんですか？松坂屋で、松坂、いろんな町に繰り出してるよ。熱田神宮行ったり、お店行ったり、散歩したり。仕事がないじゃん、映画俳優っていうのは。で歩いたり、ね、街を歩いたり、スーパーマーケットで値引き商品買ったりとか、いろいろ松坂屋の地下行って安い惣菜買ったりとか、そういう悪いことをやってます。なるほど。ご自宅で趣味があるとかではなくて、出歩かれるのが好きなんですね。だって歩かんとあかん。自宅ではレコード聞いてるけどね。そうなんですね。音楽も聞こえる。音楽、ジャズを聞いてるけど、今回はジャズ流さないけどね。ジャズ聞いてます。昔のね。なんだ、モダンジャズ。ああ、でもそんな話も聞きたいんで、それ来週にしますか、ミスターね。そうですね。神戸さんとモダンジャズっていうのは今初めて聞いたので、その辺のお話もまた次週伺うということで、うん、ラジオドラマも出ていただきたいし、本編の方もまたよろしくお願いします。来週も来るの？そうですよ。いいですか？嬉しい。 嬉しいんだ。ありがとう。ありがとうございます。はい、はい、本日のゲストは俳優の神戸浩さんでした。神戸さん、ありがとうございました。皆さんもカトレアデパートへいらっしゃい。ウィンシュタインのエレベーターガールです。次は55広報ガールへ参ります。ゴーゴー広報ガール。さて、ここからは私の時間になります。松坂屋名古屋店の本館7階大祭事場では、7月20日水曜日から8月8日月曜日まで、クロシップ辞典リッチブラックを開催いたします。はい。漫画家トボソヤナ先生が手掛けるビクトリアンダークファンタジークロシプジの連載15周年を記念した展覧会です。トモソってこういう字書くんですね。難しい字書くんですね。そうですよ ね、はい。このクロシプジは、2006年10月号より連載がスタートして、うん、現在コミックスはなんと31巻まで発売しています、うん。テレビアニメ、劇場アニメ、ミュージカル、実写映画など多岐にわたるメディアミックス化を経て、全世界累計3200万部を超える人気作なんです。なんかすごい人気らしいですね、世界中でね。これね、3200万部ってちょっと想像がつかないぐらいすごいですよね。そして展覧会のタイトルにもなっているリッチブラックは、うん、黒にさまざまな色を重ねて作る黒よりも深い黒のことで、この漫画クロシプジのテーマカラーでもあります、うん。美しいイラスト原稿とともに、クロシプジ15年間の軌跡をたどりながら、色とりどりの黒、なんかすごいですね、色とりどりの黒。なんかこれいいですね、色とりどりの黒ってね、はい、イメージわかります僕、ね、うん、をお届けします、うん。もちろんオリジナルグッズも充実していますよ、うん。入場料は一般1300円、中学生高校生が900円、小学生500円です。予約限定となっている日時もありますので、
ホームページをチェックしてお出かけください。これなんかね、もうすごく行ってみたいと思いますけど、結構たくさんの方がね行きたいと思うんでしょうね、これね、ファンの方とかね。そうですね、うん、なので初日とかはもう予約、うん、事前予約、やっぱりいっぱいで、はい、となっております。じゃあちゃんとホームページを見ていっていただきたいということですね。そうですね、はい、もちろん普通にお入りいただける日もありますので。なるほど、はい、わかりました。本日は7月20日水曜日から8月8日月曜日まで、松坂屋名古屋店の本館7階斎場で開催されます黒羊店リッチブラックについてお話をいただきました。ありがとうございました。ウェイシュタインのエレベーターガールです。皆様、本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございます。またのご聴取をお待ちいたしております。カトレアミュージック。さて、そろそろお別れの時間になってきました。ママミさんという方から、こんばんは、野中さつきさんのお話興味津々に聞きました。それからデパートで行われた大学生の皆さんの浴衣ショーを見ることができました。形にとらわれることなく思い思いのデザインでとても素敵でした。ムシムシとして暑い季節に負けずシャキッと月曜日から頑張ります。嬉しいですね、これね。はい、ありがとうございます。ミスターもシャキッと頑張ってほしいものですねですか、そう、今日ちょっとミスターに辛いですね、当たりますねそんなことないですよ。大丈夫ですか。このようにこの番組ではいろんな方からのメッセージをお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 460-8405 CBC ラジオ大人のカトレアミュージック宛てまで、メールは CBC ラジオのホームページからお送りいただけます。時間の許す限りご紹介します。またツイッターでもメッセージをお待ちしております。ハッシュタグカトレアミュージックをつけてつぶやいてくださいね。しかしあれですね、デパートいろんなことがあって本当に面白いから、これから行こうかな。今いらっしゃっても閉まっています。やっぱり開店は明日の10時ですので、よろしくどうぞ。はい、はい、それでは次の日曜深夜0時半にお会いしましょう。お相手はミスターデパートと広報レディと原田みのるでした。では行きますよ、せーの。生活と文化を結ぶ松坂屋、おやすみなさい。深夜です、松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りしました。